こんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はダイソーとキャンドゥでの購入品があるので紹介します。最後に文房具屋さんで購入したものがあるので、そちらを少しご紹介していこうかなと思います。それでは早速紹介していきたいと思います。まずはダイソーでの購入品から紹介するんですけど、こちらです。こちらのグラシンシートを購入しました。グラシンシートは素材がすごいいい感じの素材で、あの質感、紙質っていうのかな、はい、紙質がすごい良かったのでこちらをまた購入しました。次はダイソーのハロウィンのマステを大量に買ったので紹介するんですけれども、まずはディズニーとハロウィンがコラボしたものから紹介します。まずはこちらです。これはお化けとミッキーミニーのデザインの細めのマステになっています。細めっていうか普通サイズですね。はい、こちらです。それからこちらです。これはなんかクラフトっていうか、なんていうのかな、こういう感じの色合いのとっても可愛いマステを買いました。いつもなんかディズニーとマステがコラボした100均に売ってるものはドナルドがいなくて、すごいいつもミッキーミニーとかばかりで、ドナルドとかいないから、ドナルドが好きなので、ミッキーミニーも好きなんですけど、ドナルドとデイジーが好きで、なのでね、これ今回すごくドナルドがいて本当に嬉しかったです。いつもドナルドいないので、はい、嬉しかったです。ディズニーストアとかのだったらドナルド普通にいるんですけど、ディズニーの100均のシリーズでドナルドは今回初めてだったので嬉しかったです。以前のハロウィンの時はあったのかもしれないんですけど、その時はゲットできなかったのであんまり柄が分かんないんですけど、はい、購入できてよかったです。次はこちらです。これはカラフルな感じのディズニーのものなんですけど、とってもデザインが可愛いです。これはミッキーとミニーとジャックランタンとお化けだけかな。はい、こちらを買いました。次はこちらです。黒板っぽい感じの色のと緑地っていうのかな、そんな感じでこういう風に描かれていてとても可愛いです。ディズニーのものは全部売ってるものの種類を全て買ってきました。すいません、本当にカメラが揺れてしまい、すいません。次こちらです。こちらのドナルドとデイジーじゃない、間違った、ミッキーとミニーとドナルドとプルートのデザインでとっても可愛いです。はい、こちら。それからこちらです。これも本当に可愛くて、ジャックランタンとミッキーミニーのデザインになっています。はい、ディズニーシリーズ、これたくさん、この中で全部で今回購入したディズニーシリーズは全部で8種類ですね。8種類購入しました。次こちらです。これすごいカラフルな感じで可愛いなと思って買いました。ドナルドがいますね、こちらも。次で最後なんですけど、こちらです。これはなんかちょっとアンティークっていうか、そういう感じのなんかカメラのね、こういうなんかわかるかな、なんかカメラのなんかそういう感じのなんかありますよね、そういう感じのです。はい、ディズニー8種類のシリーズは以上です。次は普通のダイソーのね、ハロウィンのマステを紹介します。まずこちらのジャックランタンと猫ちゃんとかのデザインのオレンジのマステですね。それからこちらです。キャンディーとハロウィンのハロウィンキャンディーの柄になります。次はこちらの縦に貼って使えるこういう感じのジャックランタンと猫とお化けのマステです。それからこちらです。これはお化けがお菓子とデザインになっているもので、ここにカップケーキとドーナツとペロペロキャンディーが、ペロペロキャンディーって言わないか、ロリポップかな、はい、そういう感じで見えにくいんですけどね、そういうデザインが描かれています。ハロウィンのマステ最後になるんですけれども、こちらです。これはすごい可愛くて、お菓子とハロウィンのコラボになっていてとても可愛いです。お菓子とハロウィンシリーズのお菓子ですね。ちょっとマステは上に上げさせていただきますね、すいません。
ちらを購入してきました。本当にたくさんあって、その他にもあと5種類ぐらい普通のやつが売ってて、全部買ってもよかったんですけど、特に可愛いと思ったものだけ購入しました。次はね、ロールシールのハロウィンのものが出てたので購入したんですけど、こちらとこちらです。まずこちらを紹介するんですけど、こっちはこんな感じのとっても可愛らしいロールシールになっています。はい、こちらと次にこちらですね。これもすごく可愛くて、デザインがこういう感じで違うんですよね。こちらを購入しました。はい、ダイソーでの購入品は以上です。次はキャンドゥでの購入品なんですけど、セリアにでも売っているものなので、キャンドゥが近くにないよっていう方でも購入できるものになるんですけれども、こちらですね。これは前から販売されていたもののフラットポーチを購入しました。こちらね、ずっと買えてなかったので買えてよかったんですけれども、こういう風になっていて結構しっかりしていて、はい、100均とは思えないような感じのクオリティのポーチになります。これはいろいろと入れたいなと思ったので2つ買ったんですけど、裏表がデザインが違くて、こっちはマイメロちゃんのね窓で、こっちもどっちも窓のデザインではあるんですけど、こっちはピアノちゃんとマイメロちゃんでね、すごい可愛いです。こちらは1つ100円なので2つ買ってもね200円ぐらいで、すごい安くて2つ買っちゃいました。次は新作のねものなんですけど、すごい可愛くて、こちらです。もうやばいですよね。まだ冬じゃないけど、冬のデザインの雪の結晶と可愛い感じのモフモフのね服を着ているマイメロちゃんのこちらフラットポーチなんですけど、タグもすごい可愛くて、こちらの表のポーズをちょっと覚えてもらいたいんですけど、こちらのポーズとこっちのポーズがあって、どっちのポーズもすごい可愛くて、こっちもこれも2つ買いました。裏と表こんな感じです。はい、動物もね、隣にいる動物も違くてとっても可愛らしいです。はい、すごいマイメロは昔から見てて、テレビでいつもねマイメロちゃんを見るのを楽しみにしていたので、はい、本当にもう内容とかすっごい覚えてますね。はい、なんかもうずっと昔っていうか、幼稚園の頃からサンリオが大好きだったので、はい、物語を思い出しますね。はい、可愛いです。ネズミくんとかね、懐かしいっていうか、懐かしくはないけど、まあ結構前だなっていう風に思いました。はい、こちらです。はい、またインターネットとかで調べればね、テレビ見れると思うんですけど、はいこちらキャンドゥでの購入品とダイソーでの購入品は以上で、最後にデザインは開封できないので見せれないんですけど、もうラッピングしてもらったのでお見せすることはできないんですけれども、扇子を購入しました。おばあちゃんが入院しているっていうのを動画で喋っては言ってないけど、概要欄に書いてたんですけれども、おばあちゃんが入院していて、なんかその病室でいつも扇子をね、暑い時は扇子をね仰いでたみたいなんですけど、その扇子がなんかずっと使ってて、ずっとね大切に使ってた扇子で、でも壊れちゃったみたいで、なんか破けたみたいな感じなんですね。それで欲しいなっていう風に言っていたので、買おうかなと思ってお小遣いで購入しました。やっぱり自分でね、私が買ってあげてそれプレゼントしたら喜んでくれるかなって思って、自分のお金で買うっていうより、やっぱり孫っていうか、はい、が私がね買ってあげたら喜んでくれたらいいなっていうふうに思ったので購入したんですけれども、1200円の扇子で、そこまで高い扇子は買えなかったんですけど、おばあちゃんの使ってる扇子はいくらか分かんないんですけれども、まあほんの気持ちとして1200円って安いのか高いのか分かんないんですけど、まあでもね、普通にもっと高い扇子もあると思うんですけど、文房具屋さんっていうか文房具とかも売っている
お店で購入したんですけれども、おばあちゃん紫が好きなので紫のお花のデザインの扇子を買ってきました。と明日お見舞いに行くときに、毎日お見舞いには行っているので、明日お見舞いに行くときにサプライズでこれ開けていいよって言って開けてもらおうと思うので、もうラッピングした状態で、動画では中身は紹介できないんですけれども、喜んでくれたらいいなと思ったのでちょっとご紹介、はい、しました。はい、というわけで今回は購入品紹介とおばあちゃんのプレゼントですねの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。